それでは表題の論文について自然言語処理研究室の原敏が発表いたします。紹介いたします。この論文では英字略語の多字性を解消した意味推定を行いました。で、情報の欠如をウィキペディアの情報を用いて補完しました。で、129件の新聞記事に対して含まれているその英字略語に対して最高で 80% 近い正答率を示すことができました。本論文の提案書です。まず入力としてその英字略字が含まれている文章を入力します。そしてその略字をウィキペディアを使って、その意味候補を検索します。でウィキペディアで意味候補を検索した場合に一つのみ意味の候補が上がった場合はそれを出力として出します。また2つ以上意味の候補が検索できた場合にはその意味の候補と入力文の意味的関連性を関連の計算と EMD を用いて評価し多義性を解消します。で本提案書法で使われているこの概念ベースについて説明をいたします。概念ベースは複数の電子化辞書、国語辞書などの見出し語を概念としてその語義文に使用されている事実語を概念の意味特徴と表す属性として定義して構築された第一語なデータベースになります。このデータベースはこの概念ベースは属性である単語は概念として必ず定義されているという特徴を持ちます。例えばこちらの表1にあるように医者という概念ですと一次属性として医師、患者、病院という属性を持っており、またそれぞれにその属性の重要度を重みとして数値として持っております。またこちらにあるように概念として属性である単語は概念として必ず定義されているので、こちらですと、医者ですと患者というものはまだ概念として下の方にあるように患者というふうに概念として定義されております。続いて、未定義語の概念化についてです。未定義語を概念化する際にはウェブ上の言語情報を利用して自動的に概念化します。その際の、手法としてはそちらにあるような、論文の手法を使います。この概念化には、ウェブページ上の事実語を、抽出して概念として抽出します。また、この抽出した事実語に対しての属性に対する重みは TF-IDF を応用した計算式で算出をいたします。続いて、Wikipedia による意味候補の検索についてです。こちらの検索においては、こちらの表3のようなルールで、候補を検索します。また、それらの、検索できた候補の中から、表4に記されている、例えば、単位であったり、パソコンのコマンドであったり、または商品の型式であったりというようなものは、今回対象とする英字略字ではないとして、それらは、候補から削除します。続いて実践条件について説明いたします。入力文章としては全国紙区列文の記事から先ほどの表4に含まれていたようなものを抜いた意味のある英字略語を含む記事を作成し、それらから無作為に129記事抽出したものを使用します。このシステムが出力した意味が正しいかという判断は人手で行われます。また、その、候補と、すみません、入力の文とその候補の関連度の計算する手法は、関連度計算とこのアースムーバーディスタンスというもの、また比較としてベクトル空間モデルという3つの手法で、計算をして、出力をします。その実験結果がこちらのようになります。ベクトル計算モデルに比べて関連度計算やアースムーバーズディスタンスの、結果の方が高く、また、高いことが分かります。また、記事全体を使った場合の方が英字略語を含む一部分のみを使用するよりも情報量が多いため、正答率が高くなっていることが分かります。
続いて具体的な実験結果についてです。こちらの例では HD という文字が入力されていて、正しい意味が構成サイドという意味となっています。で、こちらの文章のうち入力文章全体を記事全体を使った場合は、どの手法でもうまく意味が推定できているんですけど、前後一文や一文のみを使用した場合は、うまくいかない例が出ています。でこの、でうまくいかない結果に対しての考察ですけど、VSM で行われているものについては、こちらの VSM で行った場合のものは、単語の表記を元に関連性を判断しているために、こちらの、関連度や EMD といった、計算方法では、意味を考慮しているため、それらの違いでうまく、単語の意味推定が行えなかったのではと考えられます。またこちらの、一文のみの場合の関連度のところについて、EMD ではうまく取れているのに関連度の方ではうまく取れていない理由についてですが、こちらは、この関連度や EMD の計算の際に、その属性がどれくらい一致しているかという比較を関連度の方では、属性を一つの属性に対して一つの属性がどれくらい一致しているかというような、計算方法で出しているんですけど、 EMD の方では一つのものがあったときに複数のものとの関連性の比較を行っているというような違いによって、この EMD ではうまく推定が行えて、関連度計算の方ではうまく行えなかったのではないかと考えられます。また続いて、どの手法でも、また記事全体でも、一文でも、前後一文でもうまくいかなかった場合がこちらになります。こちらは、略字が FB ということで、正しい意味は Facebook というような、意味で略語が使われているんですけど、こちらがうまくいかなかった理由として、記事の 文章の中に、金銭に関する語が多く含まれていたため、 Facebook というような、語よりも、もっと金銭に関連する意味候補である、この政府短期商店というものが正しい答えだとして推定結果に現れてしまったというようなことが考えられます。まとめと今後の展望についてです。語彙の概念化方法とその関連性評価方法及び Wikipedia を辞書として用いることで、AG 略字の多義性を解消して本来の意味を推定することを実現しました。今後の課題として、ワードツーベックなどを用いて、ニューラルネットワークを応用したベクトルモデルを適用する方法の検討が考えられます。以上になります。